こんにちは、日向洋一です。今回は、夫婦カウンセリングの、口コミというか、感想をですね、ご紹介したいと思います。最近、カウンセリングを始めさせていただいた、方、女性のクライアントの方なんですけど、この方、クリスチャンの方ですね、が、こんなふうに書いてくださいました。ですね、私のカウンセリングを受けてどんな変化がありましたかという質問に対して、日向先生のカウンセリングでは、自分だけでは漠然としていて、輪郭を描けないことや、取るべき道が聖書の言葉で明らかにされていきます。クリスチャンの私にとってはとても心強く、心から感謝しております、と言ってくださっています。そして、もう少しこうしてほしいなと思うところが教えてくださいというところでは、十分丁寧にご対応いただいていますと。むしろこちらの信仰が浅く、せっかくのセッションを吸収しきれてないとしたら申し訳ないことですというふうに書いてくださっています。で、最後に、カウンセリングを受けようか迷っている人に一言お願いしますという質問で、カウンセリングを初めて受けました。わだかまる不安で取り留めもなくなりがちな話に筋道を立て、共に考え歩んでくださる方のありがたさを痛感しました。重い荷物を背負って出かける行きに比べ、帰りは楽な気持ちにしていただいています。一人で悶々とするよりも、ご相談になってみてはいかがでしょうかと。ということで、この方、そうですね、イニシャルなら紹介してもよいという方、M さんという方ですけど、そういうふうに、受け止めてくださって本当に感謝だなと思います。カウンセラーにとっては、来る時に辛いんだけど、帰りは心が軽くなるとか、ある男性クライアントの方が言ってくださったのは、セッションの後はね、熟睡できるって言ってくださった方もいますけど、そういうふうにね、カウンセリングの中で重荷を下ろしていただければ、るっていうのは本当にカウンセラーとしてもすごく嬉しいことです。ということで、今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。